YouTube ご覧の皆さん、こんにちは。岡田博です。今日はですね、誕生日明けの次の日なんですけど、7月15日の今日なんですけど、今ですね、ここ長野県の田園地帯にいるんですけど、これ皆さん見てくださいよ。踏切越しには里山があって、森があって、こう田園地帯がすごい一面に広がってるんですよ。これはもうね、関東以上のど田舎です。これ長野県のある駅にいるんですけど、まあその前にこれ、この農村地帯の風景ですね、ちょっと映しておこうかなと思うんですけども、いやー、特にリスナーの坂行さん、これどう思います？この田園地帯なんですけど、一面に広がってるんですよ。これ里山があって、奥行くと山が結構深くなっていくんですよね。この先行くと山が本気を出してくるんですけど、でここにはリンゴ畑もあるんですよ。リンゴ畑もあるんですから、まあさすがにこのリンゴ畑こそ信濃の国、長野県らしい風物詩だなと思いますね。いやー、一面ね、田んぼが広がっていて、遠くには山も見えてですね、これはもうね、もう信濃の山が本気を出してるというよ、というような、ちょうど山あいの山農村って言ったらいいですかね。日立海浜線よりもね、結構山奥的な農村なんですよね。いやー、これね、心を癒しますよ、これ。いやー、これ坂行さんどう思いますか？これリスナーの坂行さん、これね、ぜひ訪れるべきですよ。これこういう田園地帯って本当に心を癒しますよね。いやー、これはもうのどかですよ。こののどかな田園地帯のこの踏切もいいんですけど、いいですね。いやー、これは訪れるべきだなと思いますよ。心を癒すときに行ってみるべきですよ。ところでなんですけども、皆さん、俺今どこの駅にいるか皆さんご存知でしょうか？この踏切もね、田んぼの中の踏切っていいですよね。よし、そしてこの踏切なんですけども、この一直線に伸びる線路いいですね。いやー、これ一直線に伸びてる線路だし、すごい。これ北海道なんか思い出しますよね。一直線に果てしなき続くんですけど、真ん中だとこんな感じか。いやー、本当にど田舎ですよ。で、皆さん、これ皆さん、俺今どこにいるかっていうと、皆さん、ここどこだかご存知でしょうか？これ今どこにいるのかっていうと、はい、こちらの駅にいるんですよ。これ皆さん、何て駅だかご存知でしょうか？答えはなんですけども、答えの前にちょっとホームの端行ってみよう。この駅ね、一面一線なんですよね。この線路の向こうへと続く山、そして田んぼなんですけど、いやー、これぞ田舎らしい、長野の本気を出す田舎ですよ、これ。いやー、一直、いやー、のどかです、これ。
山が広がって、田んぼが広がって、リンゴ畑があって、すごいですよね。いやー、のどかだ。一面一線の防染液になってるんですよね。今1名くらい同業者ですかね、同業者の方いるんですけど、ちょっと小声でやりたいと思います。で、俺今どこにいるのかっていうと、はい、どこにいるのかっていうとこちらです。はいはい、沿道駅です。そう、沿道駅です。はい、沿道という駅名なんですけども、このキャラなんですね。はい、こちらです。遠藤渚です。そう、実はここはですね、アルピコ交通上高地線の遠藤渚の聖地駅、遠藤駅です。俺今遠藤駅の現地レポートしてたんですね。で、この駅名表の裏はこの通り、地元の人が作ったのか花壇があって、この駅もですね、地域住民の愛情感があるというのどかな田園地帯の駅です。あー、これ駅名標の背後に山入れるとなんか絵になりますよね。いやー、これすごい絵になるよ。駅名標の背後にさ、こういう景色を入れると山とか入れると絵になりますよね。あー、これいいですよね。はい、ここはですね、遠藤渚っていうこちらの女性駅員なんですけども、その聖地駅がこの遠藤駅なんですね。もう一つは渚って駅が松本側にもあるんですけども、この遠藤駅ですね、本当にね、ど田舎の駅です。あ、これ皆さん見てください。なんとですね、駅の裏側、紫陽花も咲いてるんですね。いや、7月に入ってもまだ紫陽花咲いてるって、これ珍しいですよね。ちょっともうちょっと色どうすか。あー、白とピンクのアジサイですね。いや、箱根以来ですね、アジサイが咲いてるとは。いやー、長野にね、こんないいところがあるとは。あ、裏側こうなってんだ。よし。あ、裏側は影なんですね。あー、花壇、あー、これ背後に花壇の家を後ろに入れるといいかも。これいいですね。あー、山入れるとなんかいいですよね。これもいいサムネイルになりますね。あー、なんか絵になるなー。あー、この木製の電柱があるんですけど、これ独特ですよね。めったにない木製の電柱ですよ。いや、クラシカルだな。いいですね、花壇と駅名表、これなかなかいいかも。あー、いいですね。こういう駅名表ってシャレオツで結構絵になりますよね。で、あ、こういう風に入れるといいですね。あー、ちょっと写すとこうか、難しいな。こんな感じのがいいかな。線路を入れるとしたら、線路と山入れるとしたら、こんな感じかな。まあこんな感じか。ああ、いいね、こういうのがいいか。いやー、一面一線の遠藤駅、これ読めないですよね。さすが信濃の国の難読駅名ではないですかね。まあ、一面一線の駅なんですよね、ここ。ああ、これもいいですね、本当に。で、こちらがドアなしの待合室になるんです。待合所ですかね。ああ、広告がいっぱい貼ってありますね。
広告がいっぱい貼られていて、いろいろありますね。あ、時刻表がこんな感じか。あ、時刻表みんな1時間に1、2本という本数なんですね。そういうダイヤで運転されてるんでしょうかね。いや、すごいとこ来ちゃったよ俺。すごいな。待合所の内部がこんな風になってるとは。なんか独特だな。で、一面一線の防線駅で、この木製の電柱ってなんかすごい独特感ありますね。木製の電柱か、めったにないですよね。はい。それではですね、以上をもちましてですね、上高地線の、南独駅名で遠藤渚の聖地駅、遠藤駅の現地レポートもですね、以上をもちまして終わりにしたいと思います。特に、リスナーの坂行さん、いかがだったでしょうか。こののどかなでなど田舎の駅、遠藤渚の聖地駅、遠藤駅、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。そしてリスナーの皆さん、実は今日ちょうど7月15日で、昨日俺誕生日だったんですけど、誕生日明けの、まあ誕生日記念の呑み鉄旅ということで、上高地線に十数年ぶり乗車しましたんで、これも最高な思い出になったら嬉しいなと思います。では以上をもちまして、遠藤駅の現地レポート、これでですね、終わりにしたいと思います。はい、それでは。